こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、こんな感じで、なんか農作業する感じみたいな感じなんですけれども、髪の毛を染めたいと思います。で、UFS 前に、ピースで髪の毛をね、ちょっと、こっちグレーっぽくしてもらって、で、毛先を紫にしてもらったんだけど、もう毛先がね、もうね、落ちちゃってね、もう上もトップも落ちちゃったんだけど、毛先はちょっと紫欲しくなっちゃったんで、毛先を染めたいと思います。で、今回使うのがこれ。まあ、いつもおなじみのエンシェルズのカラーバタートリートメントです。ショッキングパープル。この色を使いたいと思います。ちょっと髪の毛、濡らしてくれます。はい、こんな感じで、タオルと汚れてもいいような服と、まあ、保険で、ビニール袋でやります。染めたいところちょっとね、水で濡らして、タオルドライしてからやります。いや、自分で染めるのめっちゃ久しぶりなんだけど、タトゥルビュースやる？やんねえか。やんないよね。大丈夫大丈夫。はい、ということで、今回は自分で染めます。まあでも、毛先だけだからすごい簡単に塗れると思うんだよね。普通だったらさ、ブラシとかで塗るんだけどさ、ブラシがないので、そのままベタ塗りしちゃいます。毛先なんでね、まあどうにかなるっしょ。やべ、毛先。割と難しいな。うわ、やばい、ついた、顎についた。うわ、やばい、今回めっちゃ下手くそだ。え、やばいじゃん。え、なんでこんなとこについてんの。怖い怖い怖い、自分怖い。濡れてる？見て。濡れてる濡れてる、大丈夫だよ。濡れてる？オッケー、できました。超簡単。前髪もちょっと、なぜとこかな。ちょっと手についたのが余っちゃったから、ちょっと前髪もね、表面だけ紫っぽくしようかな。オッケー、はい。いやー、すごい腕がめっちゃ汚れちゃった。うわ、やばい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 。前髪さ、やるときさ、アルミホイルとかでさ、おでこくるんでからやればよかった。やらかしい。なんかどっかの民族の人みたいじゃない。やばい、顎がなんか、青技できたみたいな、ちょっと。はい、ということで塗り終わったので、お風呂に浸かりながら待って流していきたいと思います。で、これね、多分みんな知ってると思うんだけど、トリートメントだからお風呂に入って、で、湿度の高いところでなんかやってるとすごい髪の毛も良くなるよっていう感じのやつなので、お風呂入って流していきたいと思います。はい、ということで洗い流してきました。こんな感じでーす。割となんか染まった感じするね。結構ね、この前染めた時よりかはちょっと発色のいい紫になったかなって感じです。まあ、参考までにあのくらいの髪の色にカラーバター入れるとこういう色になるよっていう参考動画でした。私的には結構綺麗に染まってるしね、良かったかなと思います。でもね、前髪はね、染まんなかったね。なんかわかんないけど、前髪は普通の茶色で、毛先だけしっかり染まってくれたんで、それでよかったかなって感じです。以上、髪の毛セルフで染めたよ動画でした。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。